動画をご覧くださりありがとうございます。パンダ178です。ルパンレンジャー VS バドレンジャー3話まで見ての、ファーストインプレッションってことなんですけど、だけど正直3話まで見なくてももう1話目から面白かったですね。ただ細かい話もできた方がいいかなって思ったんで、それで3話まで見たわけなんですけど、もう思い出しただけで笑けてくるんですけど、もう各キャラがもう好き勝手やってますよね。キャラクターとか世界観とかルールみたいなものってもう1話目でね、ストーリーの流れの中でうまくもう紹介終わってるんですよね。ドラマとしてはそこってすごい上手ですよね。そのルパンコレクションが目的であり、で敵の能力でもあるってことで、それにルパンレンジャーバトレンジャーの目的の違いみたいなものも明確で、非常に分かりやすいですよね。で派手でスピード感あって、ガジェットを、ロボットにね合体する時とか、そういう流れも面白かったし、子供番組としての、面白さも当然あるし、で大人が見ても楽しめそうなドラマ展開ではありますよね。そのいいバランスのドラマかなと。もうキュウレンジャーに続いてもう戦隊がやってくれたって感じですね。それから僕個人的な見どころというところでいくと、謎になるルパンコレクションですよね。それを中心に敵も味方もって感じじゃないですか。それがあって、ドラマの運びとか見てると、おそらく設定とかいろんなものをね丁寧に描いてくれる感じがするんですよね。だからね、エグゼイドに続いて考察とかも楽しめるものになるかもしれないなっていう期待はありますね。それから最後にですね、ちょっと気になってるところっていうか、大したことではないんですけど、必殺技前にですね、前回はバトレンジャーのなんじゃこりゃがあって、あれって毎回変わるのかなとかちょっと思ったりしてるんですけど、どうなんですかね。そういったところも楽しみにはしています。では今回はこの辺で。パンダ178でした。